さて本日私は読谷村宇佐にありますザンパゴルフクラブに来ています毎年恒例のザンパゴルフクラブオープン記念愛の献血が行われています今日はこの方にお話をお伺いしますおはようございますおはようございます 自己紹介をお願いします。はい、えー、沖縄県赤十字血液センターの、えー、献血推進課に所属しております。又吉と申します。よろしくお願いいたします。又吉さん、今日はよろしくお願いします。さて、今回、今年初の読谷村での献血になるかと思います。はい、年が明けまして、コロナウイルスの流行の兆しが見られるんですが。はいはい、このコロナ禍が与える献血の影響について教えていただけますか。はい、えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、コロナ、えー。 にコロナ禍になってですね、まあ、今約3年ぐらい経ちますがあの、まあ、最初の時期についてはですねやっぱりこの,あの企業団体様とかが、まあ、このあのやっぱりどうしてもあの。 密になる状況も出てくるものですから、まあ、それを懸念して、まあえー、と今年はちょっと献血は遠慮したいとかというお声がけもです、ね、あの中にはありはしたんですけどもただ、あのまあ、該当献血とかです、ねえーとまあ、そういった形であの、まあ、献血にご協力いただける方たちにご協力いただいて、まあ、どうにかあの達成率自体は、まあ、90%台で、まあ、あの収まってはいるんですけども、はいまああの献血協力団体さん の数はやっぱりあの例年に比べると少し減ったのかなというはい印象ですはい影響があるということですね、はい、ありがとうございますえさて1月1日から2歳の献血キャンペーンがスタートしていますがこちらのキャンペーンについて教えていただけますか、はい、えー、と1月1日からですねえー、と2月の末日までですねえー、と毎年2歳の献血キャンペーンと表しましてえー、若年層 の方たちをですね主に対象としてあの献血の普及活動をさせていただいております。はい。ありがとうございますえ。若い方々の献血のご協力をよろしくお願いします。えちなみに本日ザンパゴルフクラブさんでの献血、はい、今日の目標を教えてください。はい、えー、と今日の目標がと45名はい目標となっております。はい。そちらで看板が出ていましたが1000、はい、名達成するということでこちらは。 どういうういことでしょうか、はいえー、とそうですね、あのーまあ、ザンパコルフさんはあの読谷村の中でも、ですね、あのー、かなり古くからあの献血にご協力いただいている団体様でして、でえー、それで、あのーまあ、今回、えーとまあ、見込みでなんですが、1000名達成する見込みというところで、はい、記念品も、1000名到達した方、ちょ,ちょうど1000名の方には、ですね、はい、あの記念品をご用意させていただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい 今日達成するのを、えー、待ちたいと思います。え、さて、継続的に献血に協力された際に、記念品がいただけるということなんですが、はい、その記念品について教えていただけますか。はい。えっ、ー、と、毎回あの献血にご協力いただいている皆様に対してですね。えー、節目節目に、記念品をご用意させていただいております。まず、あの十回、そして三十回、五十回と、まあ、奇数のですね。あの節目ごとに、えっ、ー、と、献血の記念品をご用意させていただいているんですけども。今、現時点でご用意させていただいているのは、今バリタオルだったりとか。です、はい ね、おしゃれな。ちょっとお箸だったりとかま、はい、ちょっと小じゃれた。あのま記念品っぽい。あの記念景品をちょっとご用意させていただいておりますので、はい、是非、皆さん、あの今後ともあの継続的な献血へのご協力をよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それでは、最後に視聴者及びラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい。 前回もちょっと申し上げたんですが、えー、と献血についてはです、ねあのーまあ、厚労省の方からもです、ねえー、と不要不急の外出には当たりませんというところであの正式にう歌,歌っていただいております、はいえー、とコロナの中で,です、ね、やっぱりどうしても、あのーまあ、懸念されてです、ねあのー、足がちょっと遠のいてしまうという方もいらっしゃるとは思うんですけどが、まあ、人工的にちょっと血液というのは今まだ作ることができませんので皆さんのお力添えがどうしても必要になってきます、えー、今後とも継続的な献血へのご協力をよろしくお願いいたします。はい 今日は又吉さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。